というわけで今日はマロンちゃんが来てくれました。キャバリアのマロンちゃんですね。耳がなびいてるね。どうですかね、お風呂の浸かり心地は。やっぱり湯上がりはね、爽やかな気分になれるんでね、いいですよね。今年はもう夏がまもなく目前ですけど、夏は何かご予定はございますか？秘密だよ。なるほど、秘密ですね。わかりました。じゃあ夏を楽しんでいただいてね、まあオリンピックとかやるみたいですけどね、まあいろんな催し物がね、いっぱいできればいいんですけどね、どうですかね、今年はまだわかりませんけれども、今年の夏はもう今年しかないのでね、楽しみましょう。以上、マロンちゃんでした。